クレーマーとかモンペとか、そういう気質の人だったわ。義弟嫁。義弟嫁は、自分が学生時代にいじめ受けてた過去があるらしくて、自分の子がいじめの対象にならないようにいつもビクビクしてる。だから学校ではみんなから仲間外れないように、みんなと同じものをできるだけ持たせて、みんながやってる習い事させたりしてるんだって。スマホも自分たちは格安 SIM のファーウェイなのに、子供はいじめられないように最新 iPhone 買ってあげたり、カバンや靴も雑誌に載ってる可愛いやつを2、3ヶ月に一度買ってあげたり、いろんな面で子供がいじめられないようにお金をつぎ込んでいる。義弟嫁の考えでは、新しいものや可愛いものを持ってると周囲から注目されるし、話の中心になりやすいからいじめられにくいよね、ということらしい。でも学校でちょっとトラブルがあったらしくて、娘が愚痴った話を担任に伝えて、何とかしてほしいと言ったんだけど、教師の方が思ったような対応をしてくれなくて、そのまま約束も取らずに校長のところに行って直談判。そこでも反応がいまいちだったからと、さらに役所に行って教育委員会に相談に行ったりして、多分だけど学校から面倒な親認定されてるっぽい。話を聞いた範囲では、深刻ないじめというより女の子同士のちょっとした感情のぶつかり合いというか、そういうのでお互い意地を張ってるだけのように思うし、娘ちゃん自身も自分が被害者というのじゃなく、自分が相手に対して無視みたいなことをした部分もあると認めているのに、うちの子がいじめられたいじめられたと大騒ぎしてる。先生の対応で気に入らないのは、感情の部分も大きいので少し時間をかけて解決していくといったこと。さらに自分が事情を説明したのに、明日娘と相手側からも話を聞いてから対処するといったことらしい。そりゃ本人たちに事情を聞くでしょ、というと、それじゃあ私を信用してないってことでしょって私に向かってキレられた。正直ムカついたけど、多分煮詰まってるんだろうなと思って、親が突っ走るんじゃなくて、娘ちゃんが助けてほしいと言ったことをサポートしてあげたら？と言ったら、あなたもいじめる側の人間をかばうのかって言われちゃって。どうも、義弟くんも同じようなアドバイスしたらしくて、旦那と結託して、今度は私をいじめてくるとか言い出して、なんかもうめちゃくちゃ。夏休み入って落ち着くかと思ったら、今度は、新学期になっていじめが再開したらどうしようと連絡が来て、とりあえず新学期には行って様子見だねって連絡したら、いじめを事前に止めるのが親の役目と怒られて、なんかまた教育委員会に行くとか言い出したよ。うちの上の娘と娘ちゃんが割と仲良いので、話を聞いてもらったら、娘ちゃんと友達はすでに和解していて、一緒に夏休み満喫してるらしく、義弟嫁もそれを知った上での行動らしい。娘ちゃんが、ママが夏休みの間に完全に根絶したいから相手の親と話し合いたいとか言い出してる。何度止めても聞いてもらえない。このままじゃママのせいでまた揉めそうって心配してるし、私じゃ手に負えないので義弟くんに伝えてるんだけど、義弟くんも頼りなくて、娘ちゃん本当にかわいそうだけど、うちとしてはこれ以上関われないわ。